豊洲市場の土壌汚染対策をめぐり市場業者から安全宣言を求められていることについて小池知事は対策工事が終わってからしかるべき発信を行うと前向きな姿勢を示しました。手続き面も含めた含めまして安全の安全面での条件が整った大会で解説者としてしかるべき発信をしていく考えでございます。 市場の安全性をめぐってこれまで業界団体からは風評被害の払拭のため、移転の前に知事による安全宣言が必要だという要望が繰り返し行われていました。移転時期について東京都は業界団体に来年9月から10月とする案を示していて、今月中に合意を得たい考えです。